静岡地方気象台によりますと、今日の県内は前線や暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定で広い範囲で雨となっていて、今夜からはところにより雷を伴って激しく降る見込みです。予想される1時間の雨量は多いところで30ミリとなっていて、雨は明日以降も降り続く見込みです。 そんな中、浜松市中央区呉松町にある大草山松竜しだれ梅園では、天に昇る龍のように仕立てられた松竜しだれ梅が見ごろを迎えています。園内には10品種およそ350本のしだれ梅が植えられていて、今年の開花はとても早く見ごろは今月いっぱいだということです。